はトミーさんに失礼なこといっぱいしてポイント貯めたら僕が欲しいものをテイさんがくれるよ。上達します。ありがとうございます、はい、もうトミーさんにいろいろ聞こうと、うん、いろいろこう今後のねアドバイスとかをそうです、ね、いただきましょうっていう企画です。それが表の企画ですね。太郎がトミさんに失礼なことをします。はい、レベルに応じてあのポイント制で、はい、ポイントが100ポイント貯まったら太郎にここからプレゼント。ありがとうございます。時計が欲しくてですね、あのレジンで固められちゃったんで。そう。で、今回僕が、実行するんで、ちょっとフォローお願いします。もちろん。まあ、マジで怒っちゃったら、もう、終了。ゲームオーバー。ゲームオーバー。ただ、あの、ほんと一個だけ言いたいのがあります。最後の、頭を掃除する。これは、どの関係性でも無理です。ちゃんともう、舐め取って。あ、舐めなんですか？舐め。悪いことじゃないからね。そうですね、確かに。その向こうも掃除されて、うん、ドクターフィッシュ的な。そうあ、その流れでいきますか。そう、僕ドクターフィッシュやってました。前職ドクターフィッシュで一回聞いたんでしょっていいですかの流れでいきますそうだ。ケンさんと太郎とトミーです。ケンさんと太郎とトミーです。よろしくお願いします。え、編集の時倍速にしてんの？そうです。見てます、僕は。いや、本当ですか、ありがとうございます、はい、これ絶対面白いと思って、で、人気になってきてジンタンが先にピックアップしちゃったから、俺のを絶対早く見てた。僕らは水溜りボンドさん派ですもんね。ジン、あの、使ってすぐ売るな、そこすぐコウモリになるんですよ。絶対あれジンタンの前で逆を言う。そうなんですよ。絶対言ってます。うん、今日は、はい、あのトミーさん、うん、大先輩すぎるなって。いやいやいや、僕らあの高校の時に寝る間も惜しんでいたの。はい、すごい。いや、ほんとにずっとガリガリ君食べてやってた。あ、そればっかりそんなにさばっかりじゃないんだよ。こっちからも来てることなんで、まあそれはお互いに。あ、はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。まあ、答えれる範囲でも。はい、どうですか。年収から切り抜きに強いタイプのチャンネルだ。で、いつの年収から去年とか分かるよ。死んじゃってたから。え、そうなんですか。そう、今日何が、え、なんで1回あれ、Wi-Fi のない地域に住んでる。え、隔離された村に住んでる。その前とか全盛期じゃないけど、それはもうすごい。うわー、いい方で、めっちゃ良かった。選手たちで、あ、作品じゃないんですか。しないからね。ないんですか。なんでこの言葉がね、P 入るのか分かんないけど、飲み会じゃない。ああ、俺だけ P だって言うのかね、まさか。まあ、そうだったらいいはずなんだよね。はい、普通だったらいいんだけどね。とかも、はいかんかった。いかないですよ。あと答えると思った。普通のなんか、同じテンションで喋ってたけど、プラスがないよ。うんの話をして。そう、確かに確かに。じゃあ俺こんなごねてるから本当に言ってると思われるし。そうですね、確かに。そういう風に編集するしね。そういう風に編集して。なんで？それはなんで？よく言ってる。よく言ってる。よく言ってるっていう編集はやめて。ほんまでっかみたいな。演出入れるんで。やだなぁ。僕も富岡って言うんですよ。おぉ。だからトミーって呼ばれてたんですよ。え、あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから、トミーなんですよ。だから、トミーで行こうかなって思ってて、先にトミー。あ、まあ、ね、ちょっと、名前的にね、かぶっちゃうとね。そうなんですよ。じゃあ、ちょっと、憤りは感じてます。一番聞きたいのが、やっぱり、これから僕らはどうしたらいいですか？圧倒的な花がないんで。それはでも、俺らも全く同じ悩みがあって。えぇ、ー、ラーは一番お花がないって言われて、いや、でもなんかぶっ飛ばしに行きますよ。いやいや、あははははさんって言ったら、俺出てきた時、見た時は花あるな。怖いって言われます、スーツなんで。怖い。あー、はい、柄悪い。あー、確かに、はい、普通でもジンタンは普通に柄悪い人二人だよって教えてくれる。シワ怖いっすね。めっちゃ柄悪い。で、今日ちょっと、はい、
ごめんなさい、プレゼントえ、いいんですか、俺も知らないの。はい、え、あれです、何なんですか。絵ですね。え、え、はい、ミサマリボンさんの絵を描いてきました。おも、お二人、おも、あ、じゃあ、はい、ガチのやつなんで、ガチで、ね、それで、そういうのはね、本当価値のあるものだから、すみません、ちょっと開けます。はい、あれ、あれ、あ、ごめんなさい、西の大御所、西の大御所と言われてる。あ、あれ、トミー、マサさんだって、これ違う、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 トミー、ごめんなさい、大悟に500万貸してないよ、俺は。え、高校生の時、マサさんがガリガリ君食ってる動画見た。そうなんですよ、はい、18再生でした。ごめんなさい、うん、全然全然大丈夫だけど、はい、ちょっと間違えてるよっていうだけね、はい、すいません、うん、もらっていただけると。あ、これね、僕らが持って帰ったらゴミなんで。あ、すいません。あ、そこはね、あのね、あの、俺が持って帰ったらゴミじゃないみたいな。それゴミだよ、これ。はい、ちょっとごめんなさい、お腹減ったって。あ、バナナ、ごめんなさい、バナナだけ、バナナだけは全然、すいません、大丈夫、食べない、食べないだろ。せめて一口目終わった後じゃないの。食べた後食べます。あ、バナナの後に、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。すいません、全然、俺は何でも大丈夫、すいません、本当に。何でも大丈夫ですか。本当に、全然何でも大丈夫ですか。何でも大丈夫です。本当にあれなんですけど、男性のここを触、おっぱいを触るのが好きで、あの、痩せポチャポチャってして、あー、太ってた時ね。そうなんですよ、うん、今いいですか。あ、今でも太ってないから。一回だけお願いします。今男性のおっぱいを触るのが好きだから、はい、トミさんおっぱい触らせてくださいってこと。はい、あ、そうです。はい、え、モラルのお願いします。モラルの2個先だったから、と、ダメだろ。あ、ダメですか。ダメだろ。え、ヒンタマはちょっとダメなんじゃない。ヒンタマダメですか。トミさん、ヒンタマ結構大切にするみたい。みんなだろ。ヒンタマ好きですか。ヒンタマ好きかどうか感情はないよね、大切だけど。そうですよね。ごめんなさい、ちょっと帰る、うん、ちょっと緊張してるみたいな。あ、緊張してるから、ごめんなさい。緊張してそういうことやっちゃうタイプ。はい、ちょっと泥水泡あるとか好きだった。あ、間違えて、間違えて、あ、ごめんなさい。変換ミス起きてる。あ、あれ。あ、水溜まりもんですか。そうそうそう、うん、ちょっと最後に、うん、あの、これしかないっていうのがあるんですけど。これしかないっていうのがある。僕、前職で、うん、あの、ピン玉掃除してたんですよ。いや、お前前職ピン玉掃除してた。なんでクリーニング、クリーニング、え、キッタマって掃除可能ですか。ね、何、掃除可能って何。キッタマって掃除とかあるんですか。あの、ほうきとちりとりでまずやるんですけど、うん、ほうきとちりとりでやるんですか。で、その後にあの拭き掃除、あ、な、舐めます。僕が、あ、拭き掃除として舐めるんだ。はい、めちゃくちゃ気持ち悪いよ。わからん、描写的に。お願いします、お願いします。お願いします。だから、難しいかな。いや、普通に体を洗いはする。ああ、そう、お掃除みたいなのはあんまり。お掃除ってだって、ほうきとちっとりでってことは痛くね、普通に。ハードルが全然違うんですよ。あ、すいません。あっ、筋とも触ろうとする。タイムアップです。ああ、タイムアップです。まずちょっと一回謝罪させていただきたいなっていう。なになになに、すいませんでした。怖い怖い怖い、すいませんでした。こういう風になんだ。失礼なことをしようっていう企画。あー、なるほどね。あの、100ポイント貯まったら僕が太郎に時計を買ってあげるっていう。あ、そうなんだ。企画をやってたんですよ。うん、今57です。で、あの、たまのお掃除が100ポイントあー、なるほどね。だってそれだけ決めに来てたんだ。はい、無理だろう。それはおっぱいをもむ30ポイントとかもあったり。おっぱいでかいわ。おっぱい、おっぱい揉みましたもんね。揉んでた。揉んでない、揉んでない、揉んでないか。うわ、なんで忘れてんの。ちょっとキッタも触りすぎて悪すぎて。なんかボケがあんまなのかなと思った。そこそんなに言ってある。みんなが同じ気持ちでした。やらせてください。いや、楽しかったね。いやいや、よかった。すいませんでした。ありがとうございました。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。